マジですぐ味方付けだった。なんだ。そういえばあれか。最近吹雪のチャンネル人が増えてるから私のことを知らない奴もいるんだよな。まあ、うん。コンコンキーツネ。ダサくないかこれ。吹雪には内緒な。まあ、吹雪と一緒に住んでて名前はクロって呼ばれてる。キルの君だから知ってる。物好きな奴め。よいしょ。まあ私は別にホロライブ所属というわけではないからな。動くとかそういうのはない。まあ一応 3D っつーの。まあそういう動く体は持ち合わせてがいるが、今後使っていく予定はまったり、まったくない。噛んだ。まったりってなんだよ。まあ適当にコメントでも読んでくか。こーらだい。まあ感謝してやろう。そうだな。以前あった吹雪のソロイベントで、実は参加させてもらったんだが、あの時ぐらいかな。今後生放送とかで私が 3D として出るかどうかわからん。コーラ置いときます。まあ感謝。バースデーパーティー。さあ、どうかな。2020年あいつがイベントをするかどうかったらまだ聞いてない。3D、黒さんは出れないんですか？私が出れると思ってんのか、大馬鹿どもや。何やら私に甘い言葉を期待してる奴が多いが。バカなのか。誰がお前らみたいな奴に甘い言葉をかけるか。このポール炭酸抜けてんの？コーラ置いてきますとありがとうございますしかないな。むしろ罵ってほんと吹雪のリスナーども気持ち悪いやつしかいねえんだな。バレンタイン最高でした。ああはいはい、バレンタインデーな。まああれだ、メンバーに入ってくれたやつには知ってるかもしれないが、メンバー限定でバレンタインの動画ってやつをな、まあ今回上げさせてもらってるわけだ。聞いてねえやつはまあ聞いても意識がなくてもいい。はぁ、眠い。もう、ジャーキーか。最近そういえばあんまジャーキー食えてないんだよな。うん。とても助かりました。メンバーになりたい。おぉ。まあ、いつでもメンバーになってこい。今も聞けるぞ。まあ、メンバーシップ入ってたらだけどな。まあ、面言じゃなくても何かしら動画あげれたらいいとは思ってるが。だいぶ私もめんどくさがりでな、吹雪もだが。黒さんもたくさん息引っ掛けてくれて助かる。これがいいのか。気持ち悪い。あら、赤ちゃん、なんか言ってんだろ。なんも言ってねえよ。普通に話してるだけだよ。助かる。助かるのか。黒さはロリ化しないの？はあ？私がロリ化？するわけないだろ。してどうすんだ。何の需要がある。私のロリか。私のロリか。考えても見なかったな。需要ある。あるのか。
あるのか。吹雪いないよな、あいつ。あっち行ってるよ、キッチンだよな、今。私の名前は黒髪ふっぷ。ガーッ、クソ気持ち悪い。なかったことにしろ。聞かなかったことにしろ。鼓膜がなかったことにやった。そりゃよかったな、鼓膜なんかなくなっちまえ。やるんじゃなかった、くそ。もう一回お願いします。お前らはバカなのか。切り抜くんじゃねえ、やめろ。お前らふざけんなよ。忘れろビーム。はい、初見。よし、忘れたな。これで忘れたな、お前ら。よし、じゃあ、よし、忘れた。よし。はぁ、あ、疲れた。んじゃ、あとは吹雪に変わる。おい、お前、早く戻ってこい。アイナ、戻ってきた。大丈夫。私、すげえ初見がいっぱいだ。何事？初見がいっぱいだ。わ、え、どうしたみんな。初見がいっぱいだ。なんだ？待って、初見がいっぱい。